ただいまより山本選手のインタビューを始めます。まず本日の試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、キングスに移籍して一発目の試合だったんで、進化した姿を見せたかったんですけど、まだ教わったことができれば普通に圧倒して勝てたんですけど、まだそれが出せなくて、まあ結果負けちゃいました。悔しいですね。ありがとうございます。対戦相手の印象はいかがでしたか？そうですね、やっぱ気持ち強くて勝ちたいっていう感じが伝わってきて、いい選手だったんですけど、ここは勝たないと次につなげれない試合だったんで、はい。ありがとうございます。プレスの方からご質問はございますか？まあ、結果はこういった結果でしたけども、その、環境の変化を求めて移籍されたと思うんですけど、それに関して1試合やってみていかがでしたか？そうですね、自分はやっぱベルトをずっと目指してやってきて、で環境を変えてでも、必ずベルトを取ってやるって気持ちでやってきて、トレーナーたちも毎日必死で教えてもらって、変わっていい練習できてるって、本当毎日充実できてたんですけど、あとはまあ自分がそれを試合で出せなくて本当悔しい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。ありがとうございます。他にございますでしょうか？それでは最後にカメラに向かってファンの皆さんへ一言お願いします。移籍後一発目、進化した強さを見せたかったんですけど、まだ自分の実力不足で、いい結果が残せなかったんですけど、また一からやり直してベルトに近づけるような選手になれるよう頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。以上、山本選手のインタビューでした。山本選手、ありがとうございます。ありがとうございました。